7ヶ月例のサフォーク種の羊サフォーク種は、家畜として飼育される羊の一品種である。顔まで羊毛が生えておらず、黒くなっているという特徴がある。主に羊肉を取るために飼育されている肉用種である。アメリカの農業フェア。ショーに出るサフォーク種は、伝統的な家畜として飼育されている羊とは、非常に見と目が異なる。サフォーク種はもともとイングランドで、 サウスダウン種のオスとノーフォークホーン種のメスを掛け合わせることで生み出された種類である。この後輩から生まれた子羊はどちらの親の種類と比べても良い特徴を持っていると考えられた。名称は地名のサフォークにちなんでいる。サフォーク種は大型の羊である。成長したオスは1 0 0ラムから1 3 5キログラム。 程度、メスは7 0ラムから1 0 0ラムくらいになると言われている。成長したメスから取れる羊毛は 5&8 ポンドくらいであり、50%から62%の収益となる。羊毛はミディアムウールと呼ばれるタイプのもので、繊維系は25.5から33マイクロメートルほど、スピニングカウントは48から58番手である。黒い顔と足。 大きな骨格を持ち、非常に筋肉質である。サフォーク種は、スパイダーラムシンドロームと呼ばれる病気にかかりやすい。サフォーク種は、ある種の独創、特に近郊家族の一種を接触することによって、引き起こされる、エルフの日と呼ばれる病気には、他種よりも耐性がある。日光はこの症状を悪化させるが、サフォーク種の黒い頭と耳、獅子は、さもなくば、 無防備なこれらの皮膚への日光の影響を抑制する。サフォーク種の羊は主に羊毛及び羊肉を取るための家畜として飼育されており、このため特にウェルシュマ運転手の血を引くメスの羊と交配させることがある。例えばウェルシュマ運転手のような純血種の高知地方のメスの羊をブルーフェイストレスター種のオスと交配させると、その子は ウェルシミュールと呼ばれる雑種となる。雑種のメスをサフォーク種のオスと交配させた時に生まれる子羊は特に体型が立派で肉を取るには理想的であると考えられている。子羊は母であるマウンテン種の羊から受け継いだ特質ゆえに手がかからない一方、サフォーク種の特徴である優れた成長ぶりを示す。サフォーク種のための賞も実施されている。 アメリカ合衆国の FFA や 4H クラブでは、中高生が市場用の子羊や繁殖用のメスの羊を出すショーを開催している。こうしたショーに出される羊は、純血種でも商業用の雑種でも良いことになっている。日本では食用として注目されてきた。ジンギスカンを名物とする北海道では、1967年に、 オーストラリアから輸入したサフォーク種を死別支援綿用牧場で飼育し始めた例がある。また、長野県新州新町でもジンギスカンの産地としての特徴を想像する目的から1982年から組織的な飼育が行われるようになっている。ストップモーションアニメのシリーズ羊のショーンに出てくるショーンをはじめとした羊のキャラクターたちはサフォーク種を思わせる外見をしており、 羊のショーンの日本語版公式、ツイッターアカウントによると、本種がキャラクターデザインのヒントになっている。村上春樹の小説、羊をめぐる冒険には、舞台となっている北海道の架空の町、十二滝町で、飼われている羊として、サフォークが登場する。著者である村上は、本書執筆にあたり、サフォーク種が飼育されている北海道の死別史などを調査した。ありがとうございます。